はい、どうも、イクスです。今日は僕が見つけてきたレースをやっていきます。よろしく。さあ、映像を見る限りにかなり難しそうなレースですな。それでは一人プレイでやっていきましょう。さて、ここはコントロール重視でエンティティでいっとこう。はい、それではよろしく。何やら後ろにすごいものが見えてるな。いやー、すごいなこれは。果たしてどういうレースなんでしょうか。謎だわ。いやー、でもあのトルネード相当難しそうだな、あれ。さあ、一発で行きたいな、これは。おそらくね、2周は厳しいと思ってね。さあ、おっとっとっと。危うく激突するとこだった。さあ、来ました。なんじゃこりゃ。ははは。こんなのいけるか。おお、すごいな。それではやっていこう。さあ、これは最初のコース取りが肝心だが、いけん。厳しいな。さあ、これはライン取りが重要ですね。まずは左スティックに入れて、すぐさま右。よし、そして、いやー、痛いな。さあ、いけるか。まずは左に入れて、すぐ落ちる。さあ、そろそろ行きたいな。まずは左に入れて、すぐ右曲がり、トゥー。お、やばい、爆発するしない。よし、いけたぜ。ゴール。さあ、いやー、短かったが、決してたやすいレースではなかった。なんとかいけたぜ。ウィナー。ははは。さあ、とても難しいレースだった。この DNA のような螺旋階段、果たしてあなたにはクリアできるかな。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。